こんにちは、野口浩太です。今回は発達障害のお子さんのレッスンをするにあたってピアノ教師がまず最初に心がけておくべきことについてお話ししたいと思います。それは何かというと、保護者さんとの信頼関係づくりです。子ども本人との信頼関係づくりなんて当たり前にやらなくちゃいけないんだけども、でもね、それと同等あるいはね、それ以上に関係づくりってめちゃくちゃ大事なんだよね。じゃあ具体的に保護者さんとどういう状態になっていればいいかっていうと、これ理想を言いますけれども、仮に教師側の指導ミスでお子さんとのレッスンがうまく回らなかったっていうことがあったとしましょうね。でもそのことを当該保護者さんと笑い合えて、で、もう切磋琢磨してこう次に進んでいこうって、次にじゃあこうやっていこうとかって、もう気さくに話し合えるような、そんな仲になってるといいんだよね。じゃあそれってなぜかっていう話に移っていくんだけれども、ここでね、悩みの本質は何なのかっていうところに焦点を当てたいと思うのね。それって何かというと、もちろん指導自体がうまくいかない、それがどういうことなのかって、これをまあいろいろ検討することももちろん大事なんだけれどもね、悩みとして健全なんだけれども、でもね、その背後には保護者の存在が見え隠れしてませんかってことなの。でもうちょっとズバッと言ってしまうと、子どもさん本人とのトラブルよりも保護者さんとのトラブルの方が怖いでしょって、怖がってませんかっていう話なの。それって当然なんだよね。なぜかというと、依頼主は保護者さんだから、子ども本人じゃないからっていうことなのね。でそんな保護者さんとの信頼関係づくりができていなくて、でまあ、おっかなびっくりな指導を子どもさんにしていると、子どもってね、めちゃくちゃ見てるから、めちゃくちゃ感じてるから、もう思っている、こちら側が思っている倍、2倍、3倍、4倍あ、もう10倍、100倍ぐらいね、もう全部を感じ取ってると思ってほぼ間違いないです。彼らは言語化するスキルがないから、この言葉では言ってこないよ。でもね、おっかなびっくりやってますっていうものに対しては、それ相応のことでしかリターン反射してこないので、そう、すぐ分かってしまうバレバレスケスケの見え目なんですね。まあじゃあそういった中で保護者さんとの関係がしっかりできていると、こちら側も実は思い切った指導っていうのができるんだよね。できるようになっていくの。それが失敗したとしても一緒に作っていけるし、そのものすごく怒られるなんていうことはないっていうような、そういう確信があるからできるわけでそうすると、人は鏡、相手は鏡だって言うけれども、真正面から明かりを当ててあげたら正面から返ってくるわけ。それおっかなびっくり、斜めから当ててるからちゃんと返ってこないわけだよね。そう、そういうことがあるんです。じゃあね、その保護者さんとのその信頼関係っていうのをどういうふうに作っていけばいいかっていう話なんだけど、まあこれはね、シンプルにコミュニケーションの回数だと僕思ってんのね。とまずはね、もちろん良質なコミュニケーションだよ。良質なっていうのは、良くしていきましょうっていう、その上向きの気持ちがあった上でのコミュニケーションね。だから僕なんかは、まあちょっと小さいようなね、この、なんていうのかな、何かこう、気になること、レッスンの中で気になるこのちっちゃな種があったとしたら、それをきっかけに、ちょっとお母さん話したいことあるんだけどさ、って。ね、いろいろ話すわけで、いろんな情報交換ができたりとかするんだけども、でもね、情報交換も大事なんだけど、情報交換よりも何よりもやっぱりコミュニケーション、話したっていうこのね、このこと自体が大事だったりとかするんだよね。で相手だってやっぱり同じように、あ、先生とがこういうことを話してくれたって、で僕からしたら、あ、お母さん、お父さんがこういうことを話してくれたって、このこと自体が大事なのでその積み重ねでいろんなレッスンの思い切った展開っていうことができるようになっていくね。ぜひ心がけてみてください。はい、ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。